ローザー遠藤航を現地紙絶賛、スロットが信頼している証拠。ベンチスタートとなった遠藤は77分にアンカーに投入され、プレミアリーグでは今季4試合目の出場。最長のプレイタイムを得た中、果敢なボールダッシュなどクローザーとしてきっちり仕事を果たす。地元メディアもその貢献を評価。THISISANFIELD は短い出場時間ながら7点を与え、こう称えた。試合に影響を与えるチャンスはあまりなかったが、ピッチ上での短い時間で3回のタックルに成功した。これは、スロット監督が重要な場面でこの守備的ミッドフィルダーが試合を終わらせるのを信頼している証拠だった。他の試合の結果を考えると、これは非常に重要な瞬間だ。また、6点をつけた ROUSINGTHEKOP も、残り15分で試合をクローズする合図として出場し、良い仕事をしたと評している。遠藤良かったと思う。危ないところは潰してたし、やっぱり読みがいいなと思う。現状ではベストな起用法。クローザーとしてチームに貢献している。良い選手なのは分かりきってる。積み重ねていこう。きっと評価を得ると思います。リバプールとして守りきりたい局面で出場して、しかも、スロットの期待に応えることができた。プレミアリーグでも一定の出場時間を確保できたのはでかい。スロットの格付けに少し変化が出ている証拠。いいタックルがあったし、リスク回避の後ろへのパスが多かったのはクローザーなのである意味当然か。ディフェンダーラインの前と、SB と CB の間を両方見ながら危険な方をケアできていたと思う。点を取るためにシステムを崩して、狙い通りに逆転。そんなに簡単じゃないけど、それを実行できるチームは強い証拠。遠藤は超守備的なアンカーとして、絶対に取らせたくない局面には必要不可欠な存在としてリバプールに席を置いておくのは非常に良いことだとし、遠藤師匠もこの流れで重要な得点を決めることができれば昨シーズンの再現が期待できるね。出場時間が増えてきて嬉しい。